9月26日月曜日の天気をお伝えします。まずは天気図で見ていきましょう。高気圧に覆われて広く晴れるところが多くなります。ただこちらの天気図上では描かれない風と風のぶつかりによって、九州のエリアでは雨の降りやすい天気となりそうです。では雨雲の動き、天気の分布を見ていきましょう。天気の移り変わりです。九州北部は朝から雨が降りやすく、徐々に雨の範囲が南へと広がる予想となっています。特に午後の時間帯ほど雨が強まりやすくなりそうです。帰宅が遅くなる方ほど雨具をご準備ください。その他、東日本や北日本のエリアでは晴れて穏やかな天気となりそうです。一日の気温の変化が大きくなりますので、体調を崩さないよう気をつけください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。